確かにね、年季入ってね、流れとしてはね、こういう右流れでね、作ってあったんだけど、もう一つね、気に入らないのさ。頭なくてもいいと思ったの。ここだけで作ろうと思ったの。そしたらここ取っちゃわなきゃなんないんだけど、これはね、切ってもいいんだけどね、なんとなく上がさ、例えばこの赤い印のとこね、こっから一本でこう吹き流しの悪くないでしょ、それからさ、ここもね、ここで取るとこれだけの吹き流しできるでしょ、これこう切り目入れたらさ、これ枯れないの。これは分かんないな、枯れるかもしれない、ちょっと弱いし、上にね、結局ね、これうまくね、うまく取ればこれ生きるね、この近くでバリンと切ったらこれやられるけど、こんだけ逃げてればね、これ枯れないと思う、だけどこれなくなったらこれ元気よくなるね、なるし、流れ的にはね、これ左、こっちから見たら左流れだからね、これなくてもいいのさ、みんな左にザーッと流すんだら流しちゃってね、もうこっから取っちゃうとこれもいらないわけさ、ここでやります、こういう感じね、でここで一つ取る、そしてここで一つ取る、これは先に各々皮むいちゃうんです、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じね、そしてこういう感じ、これ木若いから柔れば、やっぱりあ、そう、さっきのはこれ硬くなってしょ、これ枝があったとこだからなお硬いんだ、ああそういうことか、よし、今昔はさ、職人は道具選ばないって言ったけど、今は道具が大事だからな、いや、やっぱり道具だって、道具は今、いや、ちょっとしたことだとさ、みんな小型の一丁とかさ、なんとなったけど、今あんた道具なかったら何もできねえよ。寿司の職人、100円ショップのだから買ってきた包丁渡したらできねえって言うんだもの、さすがやっぱりあれだわ、包丁だけはね、よっぽど極めた職人でないとね、道具選ばないとできないって、やっぱり道具悪かったらダメだ、どんな職人だよ、やっぱり道具だよ、道具は自分で作るからな、作るの、まあある種手仕事ったら道具を選ぶな、道具のせいにするなとは言う人もいるけどな、ある種そりゃ寿司握るのに道具のせい寿司握るのに道具が悪いっていう人はいねえよな、なあ今それこそコンピューターで測ってやるんだべさ、シャーッと、なんか知らんけど、俺も昔のすずら流し台の社長と仲良くった頃、あの社長のとこ行って、こんなアルミのあれ作ってもらったらさ、枠つけて石持ってって、これと同じにって、なあんなもの工場持ってくかと思ったら違うんだわ、事務所持ってくんだ、俺描いた絵を、したら女の子が座ってて、これ絵にふわーっと描くんだわ、そしてしたら道路の裏に工場あんだわ、したらあそこ行ってください、できてますからって言って行ったら、その工場のとこでビャーッとレーザーで切って、ひょっとできて出てくんだわ、はいできましたあ、こっちからできたって、流し台ができるよし、どう、こんなものやって見る人っていうか参考になるんかね、なるんかね、面白がって見るか、参考になるか、だってここに来た人だってサツキのやつしか見ないと、え、サツキのやつしか見ないと、誰、ここに来たお客さんだ
サツキのやつしか見ないって。サツキの動画しか見ないって。ほー、うん、何いるの。これサツキ買ってたんですよ。あ、そうか、うん、偉そうに偉そうに。オッケー、これで完成です。はい、一箇所。いや、これここにあったんですよ、うん、それをねちょっとあの一本取ったんだけど、ちょっとその時忙しくてね、こっちも根はねこれビンとなってんの、うん、ちょっとこっち取るのをねあと後日にしようと思ってね。これはねこれ1ヶ月ほど前にねこういう風になってたんですよ。これ、うん、これはもうぎっちりね、横花芽ついてでしょ、これいい根だったんですよここにね、うん、それでこれで1本これお役ごめんでしょ。お役ごめんでねえや、これがこれから商品なんだ。これから商品。少し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 。ちょっと待って、もうちょっと俺広げるから。はい、もっと最近使ってこっちぶつかってるよ。あ、そう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 、そういうスタイル。OK。よ。よっと。これはね、こういう風になるんですけど、まあ、これは廃棄だけどね。これはね、どっちにしても、あの、あれなんですよね。例えば、これは根っこあるから、うん、こうやって植えたって、こっちは生きてるんだよね。うん、ああ、そうか。こっち、ここ、その代わりここまで埋めなきゃダメ、土の中に。うんうん、で、そういうことしたって、あんまり意味ないでしょ、これね。うん、だこれはね、ここでいらないんですけどね。これは取るんですけど。それで、一応ここから今、取っちゃうんだけど、あ、それ、ついでに今、そっちやっちゃうか。この根っこね、うん、これ石のように硬くなってんの、うんうん。これはあの、みんなこれ、間違いなく根なの、うん。これ、カンカンなんだよ。これは結局、あの、取り木なんだけど、あんまり大きくするとね、根がファーッと出るんだけど、うん、やっぱり我々小鉢に入れたいんでね、うんうん、なるべく根を小さく作りたいんで、まあこれが限度だけど、そしてこの木もね、どっちかっていうとこう流したいんですよ、うん、これでは面白くないんだよ ね、 そうだね、この方が動きがあるでしょ、うん、こういうだから正面的に言うと、まあ、この辺なんだけど、うん、ただ木が見えない、どういうふうになってるか、うん、で一応まあ今これ植える前にね、植えてからやるんだけど、もうこの方が仕事しやすいんでね、こういう植え方するんですよ今。こういう植え方としては、これ足元これ面白いでしょ、太るね、うん、こういう植え方でね、あまりちょっと長すぎるので、これね先行ってこう太いでしょ、うん、これはここでね、これもやっぱり逃げます。これここでやるとかっこ悪いからって、ここでやるとこの枝枯れちゃう。うん、なるほど、ね、やっぱり思い切ってこうちょっと一年辛抱、ここでこの辺逃げます、うん、そしてあとね、これでもってちょっと短くなったでしょ、こういう植え方ね。そうするといらない枝がおのずと出てくるんですよ、うん、流れがこうですからこっちから、うん、そうするとこういう枝もいらない。でね、本当はここで切っちゃうんですよ、みんな。これ花ついてるからって、ここで切るとここにできるんだけどね。うん、まあ、これはね、あの、花終わってからでもいいんですよ。ここで切っちゃう、ここで。来年。うん、そうすると、ここで一つできるからね、うん。ここで切ってもいいぐらい。そして流れがこっちから来るようにするわけね。そうすると、おのずとこう、付近、風で上の方がなぞらえた感じするとね、うん、こんな元気のいいのはね、ここね、なくてもいいの、こういうふうに。風が吹いてきて、頑張って上に伸びようとするけど、伸びられないと。そういうストーリーがあるんですよ。で、いやいや、これだけ切っちまったんで、上も半分に切ったと。あとはね、あとはこの根ですよ。これはね、意外と扱いやすい木なんでね、こういう感じで。これ全部根です。
これはあのあれです、わらじ虫です。あ、これあったかかったんだね、この中ね、うん、ちょっと今日はそっち行きなさい。はい、わらじ虫。それで、はい、これでこういうこういうもんです。それで係長、ちょっと大きいハサミ切って、ハサミ、いぼ、へそをきれいに取ってください。はい、なるほど、いいかな。はいよ、ここちょっとこう、この、そこは、はい、はい、そこでいいです。はい、薬品処理、いいでしょう、いいでしょう、ここまでこういう流れですから、こういう流れだからいいんじゃない、こういう感じね。あ、ぴったりですね、うん、こういう感じに、うん、どっちから見てもいいでしょう、これね、うん、こういう感じ。あ、こっちから見た方がいいけどね、こういう感じに、こっちからでもいいですね、うん、ちょっとね、この鉢をね、こうでなくてこれっちに寄せたいの、うん、もうちょっとで、ここがぶつかるので、これは、あ、そうか、うん、そろそろって、いや、これはね、こんだけねえだったらね、ちょっとぐらいハサミでバチッと切ってもいいぐらいです。こういう感じ。これこう2本こう合わせる、こうやってね、うんうん、こうでしょ。それでね、これをくるりと巻く巻く巻く、こういくわけね、こうでしょ。まんまりんので鉢の大きさと同じでね、うん、ちょっと下から穴開けるの大変なんで、こういう時はね、こうでしょ。これ2本ずつこう流すんですよ、針金を。こういう感じにしてこう出してくるの、こうやってね、こういうふうに出すんですよ。で、これこういう4つの穴になるわけね、こうやって4つの針金、4つの針金になるわけ、4本に、こういう感じにするでしょ。今の流れ的にはこうでしょ、うん、そうするとこことこことこことこう引っ張る、引っ張ってこれとこれをね、ここで止めるでしょ、うん、まあ、こういう感じね、うん、こうでしょ。これはまあそんなにちょっと張ってればいいですから、こうやったら、あ、ちょっと見える、こうやったらね、これはこれでね、こうあるでしょ、うん、で今度はこっちとこれとこれを止める、うん、これとこれ、こう、わかるでしょ、こっち出てるでしょ、これね、これとこれ、あ、こっち来ちゃったか、あ、ちょっと後ろ逆だった、こうだ、今度はこれとこれを止める。ちょっと暗くて見づらいか、こう止めるでしょ。そしてこうなってくるんですよ。そしたらこれがね、肝心のこれ、ここがこれ、ここも止めなきゃなんだ、こっちが止めなきゃ、ちょっと待ってよ、ちょっと道具の段取りが悪いな。しゃあねえな。ここまで考えてなかったから。一応4本あるといろいろ細工しやすいんでね。お、ここでいいわ。これと、今度はこれを止める。この角で。こういう感じね。それもガンガラガン。これでカチッと止まって。こういう感じです。それでこれガチッと止まっちゃったから、あとは万能バサミで切る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 、これで OK です。これであとはここで押さえる、こういうね、こういう、こういう感じですね、はい、こういう感じ。もうちょっとこっち行くか、土上がれば上土です。これ鉢小さいからね、粒としてはこのぐらいの粒がいいね、うん、こういうの、これこれ、こういう感じです。でこういう感じね、こう来てこういう感じでもいいし、反対の方がいいね、こっち来てこういう感じね、うん、この流れも
どっちでもいいでしょ、うん、これあれですよ、基本的にこうやって植えたのと、うん、ちょっと斜めにしただけで全然動きが違うでしょ、うん、だから植え付け角度ってね大事なんだよね、うん、